原発エネルギーについて、原発は賛成の場合は丸、反対の場合は×をお願いいたします。2030年に向けて、原発はゼロを目指していかなければならないというふうに考えております。今現在57基ある原発のうち稼働しているのは5基でございまして、それでもしっかりとエネルギーが日本のエネルギーが賄われているという状況であります。またあのような大きな悲惨な事故もありました。そういった意味では将来にこの原発のエネルギーで日本のエネルギーを担っていくということは非常に困難であるというふうに考えておりますので、ぜひともこの日本の素晴らしい技術を持って再生可能エネルギーを生み出していかなければならない。それを約 30% に増やしていって、そして逆にそれを大きな産業として捉え、この日本の GDP を引き伸ばす大きなチャンスにしていきたい、そのように考えております。